動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber 七種のアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園や水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。今日は8月8日がなんか知らねえけど世界猫の日らしいね。世界猫の日、まあ、猫の日ってさ2月の22日でニャーニャーニャーで猫の日だったじゃないかなとかって思って、ちょっと調べるっていうか、まあ、たまたまツイッターで回ってきただけなんですけども、別に猫の日っていっぱいあるみたいね。っていうのもさ、さっき言った2月の22日じゃなくて2月の17日もワールドキャットデーって、これヨーロッパの方では、これが猫の日になってて、そのあと3月1日はワールドキャットデーロシアであって、で8月8日今日っていうのがインターナショナルキャットデーということで、世界で、言われてるキャットデーなんですけど、これがカナダ発祥でアメリカを本拠地とする NPO が制定した、世界猫の日で、それと別にアメリカの他の団体なのかどうか知らないけども、アメリカが10月29日にナショナルキャットデイっつってあるんだって、猫の日だから。確認しただけで5つあると、これ東京ズーネットさんが教えてくれた内容ですけども、そんなにいっぱい猫の日があってどうすんだろう、どうすんだろうってね、そういうあれですよ。それだったらペンギンの日ももうちょっと増やしてくれていいんじゃないかなと思いますし、まあその日は僕は休日にしてくれてもいいんじゃないかなと思いますよね。ダメですかね。ダメなんだろうな、まあとりあえずみんなどこの国の人も猫が好きなんだなっていうのがよくわかる内容ではあるんですけども、まあまあお祝いするのもさ、休みお祝いしないとちょっと疲れるんじゃないとは思いますね。はい、さて、それとは関係なく今日も動物のニュースというか、まあなんかいろいろな活動のお話をしていこうと思いますが、 VR で海の生き物と触れ合う、海に遊びに行くことができない子どもたちのために VR 技術を活用して海の生き物と疑似的に触れ合う特別授業が行われました。特別授業に参加したのは岡本特別支援学校のオールリ文教室に通う児童や生徒です。このオールリ文教室は自治医科大学附属病院栃木子ども医療センターに入院している子どもたちが通う院内教室ですということで、まあ病院の中の学校みたいな感じなんですね。でまあ外に遊びに行くことができない子どもたちのために特別な体験を提供しようと、日本財団が海と日本プロジェクトの一環で開きましたということですね。まあいろいろな理由があって、病室から海だったりそういう場所に行くことができない子どもたちのためにそういう場所を提供しようということなんでしょうけども、ウェブ会議システムの教室と講師のいるスタジオ、そして水族館にある水中ドローンをつなぎ、講師のアドバイスを受けながら子どもたちが遠隔でドローンを操作してサメや魚の動き、泳ぎを観察しました。ドローンからは360度の映像を見ることができるため、子どもたちはまるで海に潜っているような感覚を楽しみながら海の生き物について理解を深めましたということでございますね。まあ、日本財団いろいろと活動しておりまして、その中の一環で海と日本プロジェクトっていうのがあって、まあ一回なんか VR みたいな形でなんかそういうコラボレーションみたいなことを水族館とやったりとかもされてましたね。だからまあそういうところで言うと、まあ今回の活動っていうのはまあ非常に何だろう、福祉的な面で言うとすごくいいなと思いましたね。だから子供たち、なかなかそうやって外に行くことができない、海とかに行くことができない子供に対しては、まあこういう世界があるっていうのを知ってもらうため、まあ体験してもらうための一つの手段として非常にいいんじゃないかなというふうに僕は思いましたね。ただこれは海だったり水族館、まあいろいろな施設に行くことができない子どもたち向けのというか、まあ向けに、そういうことをするっていう部分ではいいと思いま
ますけども、例えば一般の人が動物園とか水族館に行かなくても家の中でできるじゃん、 VR で済むじゃんっていうことになっちゃうと、それは本末転倒だなと僕は思いますので、もうこれがもし一般だったりとかそういうところに普及していくのであれば、ちょっと考えなきゃいけないなとは思いますけども、ただね、日本財団さんと水族館が協力して、こういうことができるっていうのは、まあ、非常に、いいことだなと思いますし、まあ、VR の技術っていうのも今なんかあんまり普及してない、正直僕 VR って今思ったほど普及してないと思うんですよね、 VR の世界にいる生き物としては。なのでこういうところで普及したりとか、そういう使い方をされるっていうのは非常にいいことだなと思いますし、その中でね、なんか海だったり、水族館だったり、っていうところに、まあ、興味を持ってもらって、まあ、そういう子供たちが元気になった後にね、ああいう思い出があったなっていうことで、なんか少しこういうことに、興味を持ってくれて、なんか貢献してくれたりするのかなって思うと、すごく、まあ、貢献しなくてもいいんだけどね、触れ合ってくれるといいななんて思いますね。はい、ということでございまして、今日のニュースは、VR で海の生き物と触れ合いますという、そういうニュースでございました。